このサバイバル始まって1回だけ、まあ、第二拠点から地下施設行ったんですけど、まあ、1回だけ行ったぐらいで、それからはねまだ行ってないんで、今回はねスクラップ集めるためにまず最初に、地下探索しようかなと思います。今まで何回か行ったことあるんですけど、だいたいクロスボウとかねダブルバレルショットガン持って行ってました。今回初めてセミライで行くわ。でもフラッシュライトとサイレンサーつけて回りたいと思います。2駅分ぐらい、まあ、探索できればなと思うんですけど、まあ、敵が来るかどうかも考えて回らなきゃっすね。早速いるな。もっとダメージもらうのかと思ったけど、3発ぐらい撃たれて24ぐらいか食らうので、まあ手前に AI 湧いてるってことであんま回られてないのかな。足音してるね。気持ちへっしょ。まあでも案外ダメージもらっちゃったな。たくさんの敵を相手にするときは気をつけないといけない。最初の段階で4体湧いてましたね。あ、まだまだ結構いるな。ここからまた下に下がるって感じっすね。で駅に着くと、顔出せ。2駅分回ろうと思ったけど布足りねえか。まあでも思ったんですけど、そこら辺とかわら箱結構あるけど、あんまり湧いてないってことで誰か回ったんだな。武器ボックス。うわ、あんまり箱がねえ。思ったより美味しくないかも。赤箱一箱だけだもんな。奥も箱開いてないっすね。やっぱ回られちゃってるんだ。まだいたわ。これでラストかな。回られてたってことであんまり箱開けることができませんでした。俺ら分解してもそこまでスクラップいかねえな。隣の駅までちょっと走ってみるか。弾数的にはまだまだ回れそうだけど、問題は布がなくなりそうっていう。にしてもめちゃめちゃ広大だよな。お、いるわ。見えない。血がやばい。注射器ありがてえな。線路枝分かれしてますね。右の方行って、そろそろまた AI 出てきそう。いるんだけど人。 AI はセミライ持たないからな。完全にプレイヤーだ。うわー、
これでプレイヤーに見つかってしまった。できれば後ろから刺したかったんだけど。列車今光ってたな。まあ敵何人いるかわかんないし、違う駅行こう。次の駅に着いたかな。上級うまいな。いて、めっちゃ食らっちゃった。これで終わったかな。でもやっぱ箱開いてると美味しいな。ということで2駅分回りましたね。回復まあギリギリだけど、足りたっちゃ足りた。セーフゾーンの駅までまた徒歩で戻ろうと思います。提出途中手に入れたんだけど捨てちゃったんだよね。列車乗るために残しとけばよかったな。ということで、一番最初の駅に戻ってきたんですけど、脇直ししてるわ。被弾せずに、倒したい。いる？で、武器ボックスもある。ということで、セーフゾーン上がりましょうか。よし、上がりましょう。ありがてえ、無事に戻ってこれた。ちょうど夕方だし。で、まあ、二駅分回って、結構部品系集まったし、スクラップ、まだ分解してないけど、117あるね。分解していきましょうか。分解終わりまして、スクラップ605。二駅しか回ってないし、しかも最初に持ってった布って120ぐらいなんで、まあ、そんな資材系使わずに取れましたね。で、金属片も常金も結構取れてる。まあ、今回現物系がそんな出てないですけどね。まあ、スクラップ目的で行って、めちゃくちゃ美味しい。ということで、無事帰宅。え？敵いるわ。車走ってるし。はしごかけて上がってったの。はしご設置した。え？バイバーイ。第三拠点に帰宅。拠点侵入してみて。あ、これはしごかけてわざわざ回収してたんだ。てかなんだこの拠点。なるほど。資材入ってんじゃん。あ、この砂漠を抜けたちょっと奥あたりに風化しかかってた拠点があるんだよね。いやーでも見たい部分は壊れてないかな。まだ壊れてないっぽいな。105。ここの 1×2 みたいんですよね。106。ああ、2×2 なんだ。なるほど。けどなんでこれ、こっちが表壁なんだろう。ああ、そういうことか。ぐるっと回って侵入させるためなんだ。
じゃあタンスはこの辺かな。待ち上がる。うわ、相手黒馬だ。さっき俺が捨てた黒馬か。早すぎない？どっか行っちゃったんだけど。今第3拠点に梱包爆薬が2枚あって、あの風化待つのちょっとめんどくさいんで、この梱包爆薬使って壁を壊しましょう。この辺に寝袋置いて、こっち側に貼るか。では梱包爆薬つけたいと思います。降ります。ほい。やばい、爆発巻き込まれるかも。1枚目、2枚目。うわ、タンス、うん、ある。抜かれた跡か、これ。抜かれた跡だ。マジか。あ、でも硫黄入ってるわ。かまどは確認しなかったんだね。入りましょうか。シンプルに風化かと思ったけど、抜かれた後だった。無事帰宅。ということで、今回地下施設漁ったり、第三拠点で活動してて、まあ風化拠点見て回ったりしたんですけど、この第三拠点にですね、ワークベンチレベル3をクラフトすることができました。なので、この拠点にね、設置すれば、炸裂レイドは行けるようになるってことですね。まあ今ね、硫黄など焼いてるんですけど、もしかしたら次回行こうかなっていう感じではありますが、まあ、何発クラフトできるかわかんないんで、まあそこも様子見たいと思います。